ですね。引き続きね、黄金の3日。最初の3日って大事でしょ？大事です小ね。学校担任もね、黄金の3日っていう言葉がもう最近は教育界でもかなり定着して、3日をどう乗り切るかということなので、続いてですね、黄金の3日をまた佐藤先生にお願いしたいと思います。特別支援学級の黄金の3日間ですね。はい。で、ですね、黄金の3日間なので、一番大事なのはどこかと言いますと、まあ、黄金の0日目ですね。春休み中、新しい校長先生に、頼みましょう。頼み事があります。さあ、吉田先生、何だと思いますか？言僕われはた。特別支援学級の先生にお願いをして、非常に心配なことは、4月1日前に親と会って話をしてってお願いをしピます。ポーン、正解です。実は、支援級の子供たちに担任、クラス、教室どこか、靴箱どこかっていうのを伝えるのを許可していただくってことです。これね、結構昔はやらせてもらえなくて、で、大変でした。で、これをいいようになると、なぜかというとですね、担任発表とか、あとクラスの発表とかの時、通常学級の子供たちはね、ワクワクしてんですよね。うわ、どんな先生かなーとか、うわー、どこの教室だ、うわーとかってこうやって、すごい楽しそうに言ってて、いや、いいなーと思ってたんですけど、さて、支援学級の我がクラスどうなってたか。はい、こんな感じです。誰が担任の先生なの？怖いよ。え？男の先生ね？え？何それ？どういうこと？怖いよ。え？どこの教室になっちゃうの？え？ 3 階なの？高いよ。つって、もう不安だけなんですよね。で、不安とか恐怖っていうのはやっぱりこう、落ち着かなくなってしまうので、とてもルールとかを入れていく余裕がなくなります。だから、さっきも見せたんですけど、一番大切なのは安心できることなんですよで、ね。佐藤先生、具体的にどうやってたの？ちょっと話を。例えば僕の場合だったら、僕から幼稚園を通じてお願いをして、保護者が会いに来て担任と合わせて、例えば教室行く準備しようかとか、入学式の練習しようだとかっていもううバッチリ話でをす。進めるところもあるんですけど、佐藤先生はどうやってやったの？いや、いいですよって言われたら同じようにやってました。と、先生が保護者に連絡をしてきてもらうっていう感じ。そうですね。それしてくれる担任やったら助かるね。しますよ。もち ろん。したああ。方がいいし。僕そでしす。て、持ち上がりの子にはどうするの？持ち上がりの子にも僕ですっていうわけですね。ああ、もう担先にね。任の先生だよっつって。で、通常学級の担任の先生は誰々先生だよって。男の先生だよとか女の先生だよっつって。で、その先生の情報を入れますね。バスケットボールが好きな先生だよとか。通常学級は通常ね、言えませんよね。言えません。担任発表まではね。来年多分先生だと思うけど、わからないなってしか言いようがないよね。濁しますよね。そうそう。そうです。で、靴箱の位置とかでパニックを起こしたりするので、靴箱の位置ここだよとか教えるわけですね。で、交流学級の先生誰だよとか教えまして。自分が何組かっていうのも、2が嫌いな子とかいますからね。だから。でいますも、素ね。敵なんです。初めに言っとけば。2が嫌いでも3年2組だよってなってても平気だったってあるので、だから、最初にやっぱり安心が大事で、生活のルールを安心だと覚えられるし、自分が安心だとみんなと仲良くできるので、生活のリズムも整ってきますね。で、この安心、子供が安心になるためにやっぱり先生がもう土台として安心になっていないと、子供は先生の様子を見て、うわ、何先生、なんか心配そう、なんか困ってるとか言って、こう、不安になっちゃうので。だから安心が大事かなっていうふうに思います。で、不安になりますとどうなるかというと、まあ不安ですね。こう不安。こういう感じです。不安になると、まず、全校長会の列に並べません。で、集団に入れなくて、どこか木の下とかにいますよね。だから、木の下にいて、一緒にいて、大丈夫だよ、つって。みんな不安なんだよっていうふうに言ったりして、で、
1日目、基地の教室を決める。困った時は、燃料補給したりとか、あと忘れ物しちゃった時に、どこに、困った時に言えばいいかっていうふうに、決めます。はい。1日目。2日目、物の位置決めます。で、係や当番を、交流学級の係の当番とか、支援学級の係の当番、2箇所いますからね。うん。だから、わかんなくなっちゃう場合があるんで、動いた時にそこに物があるようにします。交流が社会科と理科だったとしたら、社会科と理科の教科書はじゃあ、交流学級に置いとこうとかって決めるといいかもしれないですね。でも、それだと、どっかなくしちゃう場合もあるんで、そしたら支援級で置いとくって場合もあるし、あと、他のみんなと一緒に準備したいって言って泣かれちゃう時もあるので、その時は分かった分かったつって、向こうに置いといて、で、一緒に準備するっていうこともあります。だから一人一人違うってことですよね。一人一人違いますね。で、一番いい方法はやっぱり、そうですね。やっぱり、情緒学級の場合は、通常学級でみんなと一緒に、何ら変わりなくできるってことが大事なので、そっちに持っていけると一番いいんでしょうね。うん、通常学級でみんなで一緒にやれるようにするっていうことで一番気をつけてることって何ですか？一斉授業で待てるようにすることですかね。それはやっぱり最初ついてるんですか、先生が？最初ついてます。今はやらないよとか、今はやらないよ。うん、はい、やってって感じですね。どのサインでやっていいかとか。はい、みんなこっち向いてって一回しか、通常学級の先生は言わないので、一回しか言わないからね、つって、こう言って、こう、やらせるとか、あと、ワークシートを、わかりやすくこう書いといて、学習問題もあらかじめ四角でこう作っといて、なるほど。はい、そこに書き入れればいいっていうような練習を支援級でやっておいてから行かせるとか。ああ、なるほどね。まあ、ただ、どれだけの時間が使えるかっていうのはね、学級によって違いますからね。先生が離れても大丈夫な環境ができればいいんですけどね。はい。うん。やっぱり、同時に何かやることが多いので、うん。通常学級は。だから、ね、友達の話を聞きながら、うん。ノートを書きながら、うん。次に発言するのは誰かなって考えながら、っていうか、で、資料を次のやつを用意しながらっていうのがあるので、やっぱり同時処理が多いので、一個一個終わらせないと先進めない、うん、子供たちには厳しいですよね。ねえ、そうそう、間違いないですよね。はい。選挙の場合は、こう、終わった？ああ、まだ。あ、じゃあちょっと待つ。終わった？もうちょっと。ああ、じゃあもうちょっと待つ。終わった？あ、よし、じゃあ次行こうって感じになるんで。そう。はい。その子のペースでね。はい。うん。3日目は、交流学級と支援学級の約束を確認します。約束が守れれば、そこのグループに入っていけるんで。はい。そして、応募の4日目は、自分一人でできることをやらせてみて、自立課題をやらせます。うん、で、応募の5日目は、できていないところをメモに取って、黄金の 2週目、黄金の3週目、黄金の4週目となって、黄金の1ヶ月って感じですね。2日目かな？ 2 日目の時に、だいたい、学級目標とか作りませんか？通常学級しますね。通常学級しますよね。学級目標を作ってくるので、じゃあその学級目標を達成するのに、君はどうするって感じで聞く感じですね。うんうんうん、で、うちでも作るかとかいうふうにやる場合もあるし、いや、無理無理とか言われちゃう場合もあるし、うん、やっぱり給食とかが始まってくると、やっぱり、うんうん、汁物とかができるように頑張ろうっていうふうに言いますね。だって、綺麗な身なりができると、うん、通常学級でも汁物をやらせてもらえるんですけど、最初はジャムとか牛乳とか、その、量を加減しなくていいものをみんなやってくるので、
ちょっと頑張って量を加減しないとダメなものを任せられるようになろうぜって言って、こう練習したりとかします、ね。ということは、それは担任の先生と相談しながらどういう役割を与えるかっていう約束になるんですか？そうですね。で、あ、ちょっと難しそうなので、うん、牛乳にしてあげてくださいとかっていうふうに言います。うん。はい、まあ、例えば、まあ、指名されて発表するのはまだハードルが高いので、とかいうような話もしておくってことですね。しておきますね。うん。で、まあ、指名だけはして、で、もじもじしてたら、じゃあ、またね、とかっていうようなこともしていくってことですね。していきますね。ね。はい。そういうルールができてると楽ですよね。ね、うん。あれでした。必ず、良いっていう漢字が、うん。を、良いっていうひらがながあると、うん。漢字に直すっていう子がいて、うん。教頭先生が、移動されてきた教頭先生が、良い書き方とか言って、こう、黒板に書いたんですよ。はい、そしたら、その子が前に出てきて、どうして良いよ、漢字で書かないかな、っていうふうに言ったもんで、教頭先生が、なんだこいつって思ったんだけど、でも他のみんなは、あ、当然、直すわねって思ったから、誰も、で、みんな、他のみんなが言ったのは、あ、教頭先生、この子は、良いっていう感じ全部直さないと気が済まない子ですっていうふうに教えてあげたっていうのがあって。なるほど。だからその子がやっぱり元気に毎日学校来られてますよね。うん、やっぱり周りの理解があるってこともすごく大事ですよね。うんうん、だから、担任とそういうところをもう3日目ぐらいにはある程度固めていくってことかな。そうですね。あと、ね言われやすい先生になっていくことですね。え、何なのあれっていうふうに、佐藤さん、あれ何とかって言われて、え、どうしたんですかって言ったときに、いや、こうやってなっちゃってって困るっていうふうに言われたり、うん、言われやすい担任になるっていうのが大事ですね。特別支援学級の担任がね。あ、私が、はい。はい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 。気軽に言いやすいという。関係を作るってことですね。そうですそうです。そうすると、あれはちょっとないと思うわ、とかなったときに、え、何がないと思いましたとかって言うわけですよ。そうすると、いや、これの時にこうなんだものって言われて、うんうん、だから若い先生だったら言われやすいので、うん、貯めませんもんね。他の先生。いやー、ちょっとそれハードル高いかもしれないな。でも落ち込んじゃうとダメですけどね。そうね、それを、うん、言われて。落ち込まないってことやね。そうです。絶対落ち込まないことですね。あ、そうかそうか。この人はこういうことを気にしてるんだけど、それは言われても治んねえなっていうふうに思ったりとか、あ、そこはちょっと直しておこうかなとか。治んねえなと思うときはどういうふうに自分の中で処理するんですか？治んないなと思ったときには、指導力のなさですって言う。ああ、なるほどね。指導力不足です。すいません。指導力不足教員ですいませんってこう言っちゃう感じです。なるほどね。それもうだから先生にお任せしますって感じですね。ね、普通学級だって一緒でね、言われたから治るわけじゃないんでね。治らないです。ね。うん。で、逆に、この支援学級の子たちだけ見なくて、若い先生でも、他の子たちを見てあげるんですよ。その周りにいる。うん難しい子たちを、うんうんうん。それで、例えばやる気のない子にトン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 つってやったりとか、よくできてる子には、先生がよくやってる、なんで、花丸蜂付き花丸とかやったりとか。ああ、なるね。はい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 。で、すごい、だからその先生が来るとすごい助かるっていう状況を作っておくと、自分がいない時に、その支援級の子がいた時にもう助けてくれるんですよね。なるほどね。最初に自分から、例えば、私もよくわかんないときは、ゴミをみんなのやつ全部、集めて、捨てておくとか、そうすると、なんていうんですか、あれ、いつの間にかゴミがなくなってるって言うと、子供たち、いい子たちなんだよ。佐藤先生が、集めて捨ててきましたっていうふうに言ってくれるんで、なるね。あら、本当ありがとうって感じ。陰徳ですね。うん、3日目は、交流学級の先生との関係づくりって感じかな。そうですね。うん。支援学級内ではどうしてるの？支援学級内。もうそのあたりから授業は開始してるんでしょう。支援学級はそうですね。うん、子供が一人で勉強できるものと、一対一でやるっていうのを、どういうことだったらできるかなっていうの。あと、情緒学級の場合は、子供たち同士の関係が喧嘩になっちゃったりするので、うん、調整をしています。
教室を開けたりとかね。喧嘩になっちゃったって感じですね。僕がいた、最後に退職した時の学校は3学級から5学級に増えたんだけども、すごく子供が多かったので、ベテランの特別支援の先生が一人ずつの、このバスケット、カゴを作って、うん、その中にね、その今日やる順にプリントだとかワークシート類を入れてましたね。すごいですね、それは、うん。突然対応ができるように1対1の予定してたのに、ちょっと誰々さんが大変だからって抜けちゃうと、一人で3人とかっていう状況も出ますよね。ますね。で、順番だとかやり方ってこだわる子多いじゃないですか。そう違うっていうから。そうです。そういうね、あ、いや、この先生すごいなって見た覚えがありますね。若い先生、例えばどうやって初めての人って授業の準備すればいいですかね。うん、どこかでやっぱり、一つだけ、15分間にやりたいことっていうのを一つ作っておいて、で、15分のユニットが3つって考えるといいかもしれないですね。例えば、国語と算数となんとかっていう風になった時に、国語15分、算数15分っていう風に考えておいて、それをこう、ローテーションして回していくような感じにするとか、あと、必ずゲームを入れるといいです。一緒に。なるね。はい。トランプでもいいし、それこそ折り紙でもいいし、アイロンビーズでもいいし。で、その、何かこう、先生がつかなくても、みんなが集中してできるものっていうのを入れておけば、その間に他の子を個別指導できるんですよね。待たせるための対応ってことやね。そうです。その通りです。これはまた今度ぜひね、それは話をしてもらうといいなというふうに。思いますね。ね。はい。そういうものを用意しとかないと、まあ持ちませんよね。3人受け持ったらね。ね。はい。静かにみんな揃ってプリントやってればいいけどもね。まあやんないので、喧嘩になっちゃう。追いかけっこが始まりますからね。うん。だから。どうして？わかりました。はい。はい。ありがとうございました。はい。はい。もう本当に。こんな感じです。で、はい、やっぱり3日間にこだわらずに、1ヶ月。うんって考えて、4月いっぱいで、わかるようにすればいいっていうふうに。要するに子供たちが、舐めませんので、子供、日々子供たちは必死にやってるんで、だから、必死にやってる子供たちを、追い詰めちゃうことになるので、やっぱり、1ヶ月でそういうリズムができるようにっていうふうに持っていけると。まずリズムを作ることだと。はい、リズムです。ね。担任だとね、45分の授業でどこまで進んでとかっていうことに常に追われるけども、はい、それを考えない方がいいですよね。考えない方がいいですね。あ、そっか、ここまでしか進まないのかって。はいはいはい。じゃあ、やっぱりちょっとこれだと量が多すぎるなっていう感じで。なるね。はい。はい、ありがとうございました。はい、佐藤先生にはこれから授業作りの話なんかもしていただこうというふうに思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、ぜひチャンネル登録をお願いします。